はい、ということで今日ですね、松本人志の文章法なんですけれども、で、今日はね、いろいろやるんですけれども、やっぱりね、今日の中で一番っていうのは、これがですね、暴露系配信者のコレコレさんが、人気お笑い芸人のアインシュタインの稲田さんの暴露したんですよね。で、さらに、そこにですね、まさかのここにですね、滝沢ガラスさんまで参戦して、もうね、終わったんじゃないかって話なんですよね。で、あと他にもですね、今ね、松本人志とミヤネ屋の読売テレビが揉めてるんですけれども、で、先日ですね、結構ね、読売テレビの社長が強気な感じで反応したんですよ、松本側に。で、これね、なんでそんな感じで強気だったのか、その理由についてとかやっていきます。で、さらにミヤネ屋がですね、これね、ほんとちょっと終わるんじゃないかって話もありますね。そして、これ最後の方ですかね、粗品が、これ多分ね、シャレじゃなくて、普通に切れてて、カラクレス炎上してるって話なんですよ。これ結構ね、切れてる相手っていうのが、意外な相手、意外な理由でしたね。そんな感じです。はい、ということで、まず最初、ここから行きましょう。これがですね、暴露系 YouTuber のコレコレさんのところに、有名お笑い芸人から、被害になったっていう女性から連絡が来たと。で、これね、ちょっと本当だったらですね、何らかの罪になるじゃないのかって思いましたね。まあ、とにかくこれね、本当ね、本当だったらかなりね、悪質なんですけれども、あ、とりあえずね、この話ですね、今日のこの話、滝沢ガラスさんって名前が、その名前が出てくるまで、ちょっと見ててほしいんですよ。で、今ですね、疑いがかけられているのが、吉本の、そうなんですよ。また、吉本のお笑いコンビなんですよ。これがですね、吉本のお笑いコンビの、アインシュタインの、稲田さん。だからね、これがですね、アインシュタインなんですけれども、で、左側が稲田さんですね。で、今回ですね、被害を訴えている女性が、暴露系 YouTuber のコレコレさんに話したのが、まあ、これね、女性と稲田さんのものと思われるインスタアカウントでの、そのメッセージのやり取りのスクリーンショットとかも出しながらですね、全部ね、それを見せながら、コレコレさんがね、説明したんですよ。で、そこでですね、女性が言ったのが、これがですね、7月20日にですね、アインシュタインの稲田さんのアカウントから DM が来て、で、言われたのが、これ、こんなメッセージ来たと。で、これ多分ね、インスタグラムですよね。で、稲田さんと思われるアカウントからこんな感じ。こんにちは、突然の DM すみません。いつも応援ありがとうございます。アインシュタインの稲田です。突然ですが、現在、アベマ TV の企画に協力してもらえる方を探して、複数の方にランダムで DM させてもらっています。で、その企画というのが少しアダルトなもので、フォロワーの方に DM でどれだけ攻めた質問に答えてもらえるかというものになっております。もちろんお顔やアカウント名が映ることは絶対にありません。答えれる範囲で大丈夫です。もし協力していただけるということであれば、返信よろしくお願いします。すいませんが、秘密厳守でお願いします。って言ってるんですよね。まあ、それね、メッセージ来たと。で、この流れで、なんとですね、この女性に、まあ、これね、下着姿の写真を送らせたらしいんですよ。な、これね、コレコレさんの言い方だと、ちょっと濁してましたけれども、なんかちょっとね、僕が聞いてる感じだと、これ、下着姿よりも、もっとちょっとエグい感じのものをね、送らせた感じがしましたけれどもね。で、あとこれね、しかもこれね、この女性が、アインシュタインのファンで、ただですね、稲田さんじゃなくて、もう片方の、河合ゆずるさんの方のファンらしいんですよ。だからね、女性としてもね、なんとかね、繋がりたいじゃないですか。だから、そういった気持ちもあって、女性はですね、写真を送ってしまったらしいんですよね。まあ、だからね、女性はですね、稲田さんのアカウントね、フォローしてたんでしょうね。だからまあね、そういう気持ちも利用されてるかもしれないっていうね。まあ、これ、事実だったらですけどもね。で、このですね、途中からね、稲田さんと思われるアカウントとのやりとりで、最初はですね、顔とか出さなくていいって話だったのに、まあ、さっきありましたよね、そういったメッセージ。なのに途中からやっぱりですね、顔が写ってる写真とかも求められ始めたと。それで女性がですね、これはおかしいと思って、コレコレさんに告発したそうなんですよ。で、まずね、ここまでが第一段階です。で、ここからね、次の動きあるんですよ。これが、なんとこれね、アインシュタインが反応したんですよ。まずこれね、稲田さん。こんな感じ、これ。だからこれ稲田さんのインスタグラムですよね。すごい変なことに巻き込まれました。全く身に覚えがないし、企画を装って変な嘘をついてまであんなことはしません。なぜなら俺は、口説くときは、まっすぐ目を見て口説くからな。ショックですとか言う人が多い中、そんなわけがないと、信じてくれた皆様、愛してるぜ。って感じですね。で、もう一人の相方の河合ゆずるさん、こんな感じ。事実無根、大丈夫ですので、皆さんご安心くださいって言ってますね。まあ、だから多分ね、河合さんがですね、これ、稲田さんに聞いてみたんでしょうね。そしたら稲田さんが河合さんに、事実無根だって言ったんでしょうね、きっとね。それを信じてると。で、ここまでが2段階目です。そして、さらにですね、3段階目の動きがあります、これ。これがですね、さらにあった動きってのが、なんとこれ、コレコレさんがさらに動いてですね、ツイッターでこんな感じ。まずこれね、コレコレさんがですね、企画だと思って写真を送ってしまった被害者女性がいるのに、虚言扱いするのはどういうことだ、はてな。だからね、コレコレさんね、これすごい自信を持ってるってことですよ。昨日の生放送ではスクショしか出さなかったので、画像の証拠を添付しておきますって言って、だからね、そこに添付されてたのが、なんとこれが、これなんですよ、これ。これね、これです。動画です、動画。
こんな感じなんですよ。まあだから女性と稲田さんと思われるアカウントとのやり取りがこんな感じで、これスマートフォンのスクリーンショット映像になってるんですよね。だからね、画像とかだとそういったね、まあ、専用のアプリとかもあるんで捏造できるかもしれないけども、こんな感じで映像でやり取りを見せてるっていうね。だからね、確かにこれね、 DM が稲田さんみたいな、まあ、稲田さんと思われるアカウントから送られてるのをね、映像で見せるっていうね。まあ、これね、映像もですね、もちろんこれね、すごいやれば捏造できないこともないかもしれませんけど、ただね、まあ、そこまでするのかってね、女性側がね、どうなんでしょうね。だいたいね、こんなことをしてて嘘だったら女性の方がですね、犯罪になっちゃいますからね。まあ、ただ最近ね、そういうことをする人、まあ、いるって言えばいるかもしれませんけども、ただね、この場合はちょっとどうなんでしょうね。その可能性低い気がするんですけども、でもこれってですね、ほんとね、今後ね、どうなっていくのかなと思うんですよ。この事件に関して、こういろいろね、思ってるのもまずいことになっていくんじゃないかと思うんですよ。もちろんこれね、今んとこね、 100% の事実かわかんないんですけども、ただこれね、もしね、本当だったらこれ吉本ですからね。だからね、これを放置していて、それでですね、最悪ね、後になって女性からですね、裁判とか起こされたりとかしたら、すごいどうするんだろうっていう、吉本ですからね。だからこれね、吉本興業としても、もうね、最近起こってる事件が事件だから、で、今ですね、社内でコンプライアンスの研修とかもね、力入れてやってるわけじゃないですか。で、外部のね、アドバイザーとかもつけてるわけだから、だからこれね、僕思うにこれ、吉本ね、事実確認に動くんじゃないのかと思うんですよ。で、そうしてこれね、もしこれ、事実じゃなかったら、それはそれで一安心だし、で、調べた結果、白でした、事実無根でしたって、アインシュタインのためにも発表した方がいいじゃないですか。で、逆にこれがね、もしこれ、事実だったら、まあ、これね、これ、首とかもね、あり得るんじゃないかと思うんですよ。だって、今の状況の吉本で、またですね、性的な事件ですからね。かなりね、厳しい対応するんじゃないかと思うんですよ。そして、あとですね、これね、やっぱりこれ、事実確認した方がいいっていうのが、このね、このアカウントっていうと、アベマ TV の名前使ってたじゃないですか。だからね、このままですね、事実確認しないと、アインシュタインの仕事にも支障が出るんじゃないかって思うんですよ。例えばね、アベマ TV が使わなかったりとか、もしくはね、テレビ朝日とか、アインシュタインもね、使わなかったりとかね、そういうこともあるかもしれないじゃないですか。だからちゃんとですね、確認した方がいいと思うんですよね。で、あとちょっとね、一応ね、ツイッターとか見たら、こんな反応でした。例えばですね、正直に今のうちに言っておけばいいのに、てんてんてん。前後に投稿してるから、後から乗っ取られましたって言い訳もできないんだぜ、てんてんてん。アベマや吉本興業動き出したらすぐわかるんだぜ、てんてんてん。否定したらコレコレさんも本気で被害女性に開示請求とかするだろうし、すぐ履歴からバレるぞって言われてますね。もう一人だけ。稲田さん、インスタグラムの DM が公開されてしまいました。いよいよ証拠が出ちゃいました。やばいっす。どうしましょうって言ってますね。まあ、だからやっぱりですね、さっきのですね、あのね、スマートフォンのスクリーンのね、映像が出てるんで、信じてる人の方が圧倒的に多い感じでしたね。そしてすごいです。ここがすごかったです、これ。そしたらこれね、まさかのここで、いきなりですね、コレコレさんのツイートに、さっきのツイートにですね、ツイッター界のナンバーワン暴露系の滝沢ガレスさんが登場したんですよ。で、リプで、返信でこんな感じなんです。こんな感じ。置いときますってあるんですよ。これね、何を置いたんだと思ったら、これね、ツイートに2つの画像が添付されていて、1つがですね、これなんですよ。だからね、今回の告発をした女性と、そしてね、稲田さんになりすましてるかもしれない、まあ本人かもしれないですけどね、本人かもしれない人のアカウントとのやり取りですね。で、そこにですね、これ滝沢ガラスさんが多分ね、赤線引いてるんですよ。こんな感じ。そういうって書いてるんですよね、そういうって。そしてですね、もう一個添付されてたのがこれなんですよ。なんとこっちがですね、こっちは本物、アインシュタイン稲田さんのツイート、そしてそこにまさかのね、こちらもですね、そういうって書いてるツイートなんですよ。ピックアップしてるんですよ。だからね、これ、稲田さん。これ、普通ですね、そういうっていうのは、これね、これ、本当はね、こういう、そう、いうなんですよ。書くとね。だから、普通書き言葉では、そういうって、いを使うはずなんですよ。なのに、ここではですね、まあ、なりすましかもしれないアカウントと、稲田さんの本当のアカウントともに、そういうって、やゆよのゆを使ってるんですよ。そう、ゆうって使ってる、ゆを使ってるんですよ。わかりますよね。いやー。だから、今回ですね、女性にね、下着を送らせたアカウントは、そういうって、ゆを使ってるんですよ。で、同じく、アインシュタインの稲田さんも、これ偶然か?そういうに、ゆを使ってるってね。こんな偶然あるのかっていう。いや、もうだからね、さすが滝沢ガレスを恐るべし、名探偵って感じなんですよ。いや、だからね、星野源の件、ね、星野源の件どうなんだっていうね。うん。まあ、とにかくね、ということで、これね、100% とは言わないですけども、これね、疑惑がかなり深まった。だからね、吉本動くんじゃないのかってはね、そう思うんですよね。いやーでも、もうすごいね、SNS の時代すごいなって思いましたね。はい、ちょっとですね、今日ね、アインシュタインの話長いんで、
松本敏関連の話、ちょっと短めの2つ紹介していきます。で、まずですね、先日あった松本敏側から読売テレビの番組のミヤニヤに対して、松本をですね、貶める偏向報道はやめろ、BPO に訴えるぞって抗議が来たんですけれども、で、それに対してですね、なんとこれね、読売テレビの松田社長がかなりしっかりとですね、具体的にアンサーしたんですけれども、それについてね、フラッシュからこんな記事出ましたね。で、これですね、芸能記者が言うにはこう言ってます。読売テレビの松田社長は、一方に偏らないにすると原則を述べてますが、これも程度問題です。記事を通じて A 子さんの証言を含め、様々な証拠を出しているのは文春側です。ミヤネ屋が同記事を元に発信するのは仕方のないところでしょう。松本さんが記者会見を開き、具体的に細かくこれまでの報道に対して反論するのであれば、松本さんの主張を大体的に扱うのではないでしょうか。って言ってますね。まあこれね、松本側も主張を出せばですね、ミヤネ屋報じるでしょうって言っていて、やっぱりですね、主張を出してないから報じてないだけでしょうって言ってるんですよね。で、そしてここからね、興味深かったのが、なぜですね、今回あんなにですね、読売テレビの松田社長が強めに抗議文に反論したのかっていうと、こんな理由があると。これがですね、松本さんが復帰した際に起用したいという下心があれば、局側もある程度手を緩めるはずです。そうした配慮がないことを考えるに、テレビ局側もそもそも復帰するのは難しいと内心考えてるからではないでしょうか。こうした打算込みの発言だと思いますって言ってますね。まさかの、もうこれね、松本としてですね、テレビ復帰はないと考えてるから、あえてですね、読売テレビっていうのは強い態度に出たんじゃないかって言ってるっていうね。あ、これね、読売テレビっていうと、ダウンタウンデラックスやってる局ですからね。でもね、もし本当にそうだったら、今後もですね、ダウンタウンデラックス、これ浜田一人になっちゃうんで、なんかもうね、アメトークみたいに一人でね、続いていくってことですからね。まあ、そんなこと出てましたね。そして、もう一個ですね、これね、ミヤニヤなんですけども、一方ね、そんなね、ミヤニヤがですね、今回のね、松本問題で、ミヤネ屋の方が就労するんじゃないかって記事も出てるんですよ。逆って感じなんですよね。で、それというのがですね、まずこれね、なんでかっていうと、今のミヤネ屋のミヤネ政治っていうと、これね、読売テレビっていうと大阪なんで、週にね、5日間は大阪にミヤネ屋行かなきゃいけないと。で、そして、週に1回ですね、日曜日にやっているフジテレビのミスターサンデー。これだから、ミヤネ政治のレギュラー番組ですね。それがあるから、週に1回ですね、東京にいなきゃいけないと。で、まあ、だからね、ミヤネ政治がスケジュール的に厳しいってことですよね。で、そんなね、ミヤネ政治ですけども、もうかなり長くですね、ミヤネやったし、で、実はこれ、何度かですね、ミヤネの方から局に辞めたいってね、言ったことがあるらしいんですよ。ただそれを、テレビ局側がですね、読売テレビが引き止めて、で、そしてですね、最近ね、以前よりも長期のリフレッシュ休暇とかも与えて、何度かやってもらってるらしいんですよね。で、さらにね、ミヤネやっていうと、今回ね、松本としての件以外にも、何度か似たようなトラブルが起こってるみたいで、だからね、ミヤネ屋で報じられた芸能人が怒ってしまってですね、それで同じですね、読売テレビの他の番組になんか出なかった、出てくれなかったってことがあったそうなんですよ。そんなこと起こってると。そして、まあ、だからね、今話した3つぐらいありましたよね。そういったことから、ミヤネ政治がですね、今回ね、松本としての件も含めて、モチベーションが下がって、それで辞めてしまうんじゃないかってね、そういうの出てましたね。はい、そして次の話ですけども、これね、粗品ですね。で、これちょっとね、炎上してましたけれども、まあ、これね、粗品ってですね、簡単に言うと、こう、人をね、いじるくせに、ディスったりとかするくせに、自分がですね、やられたら、ガチで怒るんじゃないかって話なんですよね。まあ、なんかね、前にもありましたよね。で、これがですね、まずね、先日あった27時間テレビなんですけど、その中でね、粗品ゲームってね、やったんですよ。粗品ゲームっての。で、これね、何かっていうと、そこでですね、お題として、あるね、ある芸能人の名前を挙げて、でですね、その人について、こう、お笑い芸人がいっぱいいるんですけれども、お笑い芸人たちが、粗品が言いそうなことを言うっていうね、そんな感じなんですよ。で、例えばですね、これね、カジサックって名前が出たら、みんながですね、例えばね、キングコングで面白いと思ったこと一度もないな、とか、あとですね、あいつが笑ってると、ぶん殴りたくなるって言うんですよ。まあ、粗品が言いそうなことってことね。だからまあ、悪口なんですけれども。で、そしたらこれについてですね、粗品がですね、27日のオールナイトニッポンで明かしたのが、これがですね、この番組のこのコーナーの、これね、企画の段階で、実はこれね、事前にですね、粗品が、20人ぐらいね、これ名前をね、挙げていて、で、その相手にですね、企画でね、この企画で使っていいかどうかっていうのを事前にですね、許可をもらってやってたみたいなんですよ。もちろんこれね、スタッフが連絡してるんでしょうけれども。だから当然ですね、NG だった人もいたみたいで、だからまあ、価値作とか OK したんでしょうね。それで悪口言われてるっていうね。で、ここでですね、で、粗品がですね、オールナイトニッポンで言ったのが、粗品がですね、まずこう言いました。一人だけ言っていい、お前、断らないよなってやつ、一人おって。で、聖夜が言うなってね。多分これね、マジで聖夜がですね、言うなって言ったと思うんですけど、でも粗品がですね、近藤千尋、腹立つわ、クソやろって言ったんですよ。で、これね、近藤千尋さんってわかりますこれ。この人ね、モデルさんで、で、これがですね、ジャングルポケットの太田さんのお嫁さんなんですよ。結婚相手なんですよ、モデルさんなんですけど。で、実はこれね、粗品と近藤千尋っていうと因縁があるんですよ。
過去にちょっと因縁があって、で、これがですね、2023年秋のオールスター感謝祭なんですよ。で、そこに粗品も近藤千尋さんも出ていたと。で、その時ですね、粗品がですね、借金がね、1億円あるって話が出た時に、近藤千尋さんが、粗品さんは一人身の方がいいと思いますって発言したんですよ。で、この時ね、粗品っていうと、離婚してからね、3ヶ月だったみたいで、で、普通に粗品切れてですね、そこですね、黙れた子、何やあいつ、おもんない芸人の嫁って言ったんですよね。まあ、だから粗品普通にですね、切れたんですよね。だから粗品ね、人をディスるくせに、煽り体制ないっていうか、なんか宮迫の時もそうだったけれども、結局ね、ガチで嫌いな人をディスってるんですよね。そんな感じなんですよ。で、しかもこれね、今このね、近藤千尋さんっていうのは、妊娠してるらしいんですよ。そしてね、もうね、すぐね、なんか来月か来々月、出産するんですよ。だからね、ネットとかでもこんな感想。近藤千尋は芸人でもないし、この夏出産を控えてる妊婦、こいついつか人を死なせてしまうんじゃないかと思う。とか、あとですね、粗品、一応妊婦だから、そういうストレスはやめてあげてよ。人の命、責任取れんやろ。って言われてますね。っていう。まあ、だからね、時期的にもですね、近藤千尋がね、断るのも無理もないだろうっていうね。さらにね、今ね、近藤千尋にね、ストレス与えちゃダメだろって言われてるんですよね。まあ、そりゃそうだって感じですよね。あとちょっとね、粗品で面白かったのが、そんな粗品ってのはですね、27時間テレビの中で、西川のりお、カモン達夫らを、老害呼ばわりしたんですけれども、で、それに対してね、山田邦子がこう言ってんですよ。まずね、先輩を呼び捨てはダメですね。で、さらに言ったのが、老害、これもダメです。これは、本当のことを言ってはいけないんです。愛の心で、万事に対してね、って言うんですよ。だからなんか、本当のことを言ってはいけないんですって言って、まあ、そういうふうに苦言を言うっていうね、本当のことだって言ってるってね、ちょっと面白かったんですよ。はい。ということで、今日ですね、こんなところでございます。